本動画をご覧の皆さんお越しいただきありがとうございます小竜斎です本日は前説第4話を賞してリアクション収録していきたいと思いますよろしくお願いしますでは行きます3 2 1 5営業行くんすよねおおお姉ちゃんなゆちゃんはい暇はい えなんでお姉ちゃんが営業と何どういう関係があるの <laughs> まあでもスケジュール空いてるってことなんでしょううんお姉ちゃんが持ってくる営業をはいサムネでは成田さん <laughs> すごいところで切ったなうんうんうんはないやなんとかするんだそこを何とかするのも芸人よっていうね話なんですけどすごいところで切りましたけど なゆたさんのお姉さんがどっかにいらっしゃって営業ね何でしょうねまあ町内会でとか市役所の職員やられてたりとかしてとかもしくは老人ホームで働かれてて催し物で余興うん分かんないまあいいや まあなんかでもとにかず営業か、うん、営業ってどっちもありえるからな本当にこれから仕事をもらえるかどうかがかかってる営業と仕事としてやる営業とどっちの話だろうなまあこれは芸人さんのもう確定してる定義の揺るがない不調があるのかもしれないですけどまあ お仕事をいただけるのかなっていうね。いや、しかし本当にね、このオープニングね、最高っすよ。晴れで買ってね、もう出てんじゃんっていうね。いやすっごい、ここまで明るくて力強い。あ、フリークのお二人も、もうおいでになられるんですね。このお二人今回、これもやっぱラッキースターだから、 この歌なのかな <laughs> 温泉旅館か。みたいであ,あ、そっか。そんなには知らないんだ。ああ、山梨なんだ、へい。<laughs> ちょっとゆるきゃ、先取り。なんでなのなんでゆっくりがいいのうん。 いやこれねあそぎって今まで一回も名前出てきてありましたっけテロップであそぎいない歌とかえー、完全に同じリアクション同じリアクションしてしまったけどどうしたんですかマフィーさん <laughs> あっそうお腹空くとはそんなテンションなそれとも富田さんがずーっと歌ってんのが はあ富田さんのあの歌がお気に召さないのかうんフリークさんまでもが営業に行かれるんだからな全然いいですけど <laughs>、うん、全然いいですけどあそういうことになるかそうかなぜ <laughs> これオープニングで出てくる私が好きな SE じゃないですかどうしたの 何があんのあれか。名産か。また名産か。散々ゆるキャンでやられた飯テロを、今度は、ほら、やっぱりな、だと思ったんだ。絶対そうだと思った。絶対そうだと思ったんだ。ほら。そうね。まあ、そりゃそうね。うん。そりゃしょうがないわ。不可抗力だな。やむを得ん。飯テロもやめなし。シー ゆるキャン実写版の時のね、特に。<laughs> もう、海外で誰も見てなくて、絶望したゆるキャン実写版ね。何回も出さなくていいんだよ。ほ当と何回出すんだよ。うん。富田さんなら全然余裕でいけでしょう。うん。富田さんでしょう余裕でしょう。いけいでしょう。 ほうとうにもてなしてもらうんじゃなくてほうとうとするんだへえまあいいっすけどよくわかんないけどまあでも富田さんはやっぱり大食いのイメージなんでね服の色違いますねお召しものの富田さんのあれじゃベトナムじゃないから関係ないのかなやっぱりはいああそっか よくその状態で口だけはちゃんと回ってますね。さすが原因、さすが芸人さんですけ、ね、ど。<laughs> 入り込んだカプサイシンがもう燃えてんのええー、あ、そう。すごい。<laughs> 完全に。んうん。<laughs> 大丈夫ですか脳まで回られてるみたいですね。カプサイシンが。うん。 ああ、まあでも納得、すっごい納得。<laughs> コロナじゃなくてね、はい。武漢ウイルス、ウーハノバイロスじゃなくてね。うーん、まあいいや。うん、代打でも何でもいいわ。本当はね、まあ、ありえないというと失礼になりすぎるんだけど、まあありえないのは、フリークさんお願いしますっていうね、ご指名だったらよかったんですけどね。それと一緒にとかね、ついていけたらよかったんですけど。 じゃあ、普段の大道芸の人たちがどれぐらい売れててやばいかだな。何どうしたのはい。なんだったらこうなんのん輪ゴムのネタってそれなのだけどやってみたんだ。へえ。かわらしい。うん。何でもやってみるって。あ、あれか、あの、なんだっけ。富田先輩の、 冨田先輩のあのあれかバッテンあったのはあれ輪ゴムモノマネあれが輪ゴムモノマネだったんだあのヤクザ風のなんかメイクなのかと思ってたわ輪ゴムモノマネうーんなんだろうあの輪ゴムをつけた状態でするモノマネってことなのかなそれこそヤクザのモノマネなんだろうか私が勘違いした信玄持ちねはい <laughs> これはまあ当然ですけど全員がゆるキャ思い出すでしょうね 山梨、宝刀、信玄餅。これはわかんないけど、さっきの富田先輩の、ああ、お姉さんへえ、気張ってる。山梨弁ですかおし、凛さんお知り合い。うん。うん。ご存知なんですかもう一つの。 仲間始め、全然、中井さんを始められたばっかりだからか。<laughs> 中井さんを始められたから、中、んわかんない。そうっすね。富田先輩、そういえばね、お疲れでもないし、ありがたいですね。よかったよかった、ありがとうございます。お礼を言うの忘れてましたよ。<laughs> あの、缶バッジが見えるバッグをね、細かいな、本当に、ああいうところ。 ま決まってんでしょうねキャラデザーで持ち物はこれあツンドラの二人うんどれですかどれですか勉強ですか誰のネタですかああうんまあそうでしょうねそうなんだあ時事問題うーん ずーっとやってんだな。こいつら。こんだけ売れてても鍛錬を。はい。日ほど見ねえなあ。本当に。話、はい、ってまーす。<laughs> 高火の。あー、うまいわ。本当う,うん。 ちょっと悔しいんですよねこの2人上手かったりするとうーんそのだからその時期ねはい <laughs> くしゃみの方がね今はね <laughs> うん何だろうあのえっとどっちでしたっけ多分 L さんですよね いや、そうなんだけどあのうんすごいなんかあのこれ以上ないぐらいダウナー系のテンションでやられるんだなまあ練習なんでしょうけど <laughs> 痛い別に私常夏でもアルデコのどっちでもないのに聞くと痛いなぜ痛いんだ胃がキリキリするうん いやすごいああこなるほどねやりながら入ってきたのところを同じネタを見てたのふううんそうか学校同じ文化祭に呼んだの時はまあいやそうなんですよ、うん、なんでしょうねあのどっしりした感じそりゃそうでしょうね 自分たちとの差をあんだけ見せつけられたんだからうんそうでしょうねそりゃあしてなかったら許さんぞっていうね <laughs> 行ったそばから温泉でお前らなお前らがそんなことやってる間に今 JK クールが何したか1から10まで根節丁寧に説明してやろうかそうですよ 思い出してくれてよかったわ。そこはさすがに忘れてなかったが、頼もしいことで、いや、そうなんだよ。うん、早くネタ合わせしようぜ。うん、おう、あん、しないといけないんですよ。早くすよ <laughs> まあでも、うん、これでね、なんかネタを思いついてくれればね、まだいいんですけど、それがないんだったらせめて、あ細かいな、水面。 トリビアの話してる場合かっていうねうんありがとうございますよかったリンさんまともだわまあね本当に牽引役だな R トッツの中でも牽引してるんだけどうんうんうんあー温泉ネタとかあるのっていう <laughs> いやでもそれも <laughs> 当たり前すぎることなんだけど口の描写細かいですよねこの作品 意の発音の時にね。うん。ウケないんだ。温泉好きな、温泉好きなお客さんにはウケないっぽいですか。ああ。当然フリークの、あ間違いないですね、それは。それだけはね、確定でしょうね。嫌な予感する <laughs>。うん。この二人のネタね、私にはめっちゃウケたんですけど、ああ。 だって2組しかいないんだから鳥以外だったらうんうんまあべ汚い卑怯なやつだなまあでもね卑怯でもこれはありだなテクとしてえー、あ,あそうじゃあまあはいうんまあいいんじゃないだっていつかはやるんですからねどうせ 永遠に下げては通るハギをダってんの結構細かっ綺麗だわ、うん、うん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 1000円税込み1000円でしたっけ何あるんだろう前ネタはネタじゃないだろうしなでちょっとなんか緊張してきたなんだ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 ,なんだ急になんか急に緊張してきたし なんかすごく嫌な予感というか大変な予感がする <laughs> そうでしょうねかちょっとえー、えー、ええー、えはいそうっすね <laughs> でもなんとなく昼はおかみさん夜は暴走族ですかうん めったにないっすよね。旅館に嫁ぐなんてね。んあ、あなんだ、びっくりした。お姉ちゃんじゃないだろうと思ったよな。うん、なんだ、その、家族の話とか。お、なんて、なんで、なんで、なんで。はい、勉強ですけど。うん。そうね。それをなんか、 お笑いとかほかって。お笑いも大学も両方やんのかって。そうですよ。はい。<laughs> 全然いいじゃない、保険に大学。う、は、ん、あ。全然構わんと思う。まあ、はい。それでも全然いいし。保険だとなんかいけないいですか。うん。 まあそれははいいいんじゃないですかあーお笑いに本気とああ本気ともねはい、うん、そうなんですけどなんかこの家族の話とかこの人舞台にかかってるもかかってるものの話が最初にやっといてからネタに入るっていう流れになってくるとなんだ何があるんだはいお願いします。 富田さん、なんか全然緊張してないですね。まあ、場 <laughs> 数が違うあ、そんないらっしゃらないですね。あと、この年齢層だと、だいぶ、ね。あと、だいぶ、わかるネタ限られるというか。どこでですか出しゃぶったうん。なんかありましたっけ おおこでもこういうところっすよね。強みはね。この作品のね。全部分かってるから、アニメ化するにあたって。はい。聞いてねえ。<laughs> マジか。しんどい。あ、これか。はいはいはい。なるほどね。あの時の。うーん。指で砲ぽ。 うーんここまでとはなーいやつんどらっすねここでも噛んだりしてないところは <laughs> せめてこの2人がもうちゃんとねとチったり噛んだりしないところは <laughs> いや本当ですねいややばいなこれ。 いやーフリーズドライですね。<laughs> はあ噛んだりしてなくてよかったなーってそこだけねそこだけがちょっと心強かったんですけどそこすらも飛ばしてしまったというねやっぱ空気によってなーいやすさまじいなーもう足から這いのぼってくるんでしょうね。 寒気が <laughs>。冷たいものが、ぞーっと来るんでしょうね。あ、ちょっと見てるわ。ちょっとご覧になってる。さっき全然新聞眺めてて聞いてもいなかった。同じね、タでアニメーション違いでやるってな。よくやられんな、こんなこと。スタジオくみさん。うん。はい、そうなんすよ。 全然ウケてないけどさっきより見られてる気がするなはいお願いしますこの2人でもグラグラくんのか<笑><笑>まあこれがねうんまあこれはもうネタに徹するしかないですねあんまり反応がないことを気にしすぎてもしょうがないしそっちに気が取られてネタがね詰まったりするともうそれこそ元も子もない もうういいいとこなくなくっちゃいますからね、うんやっぱあのひまわりサングラスはあれをトレードマークにしてるんでしょうね <laughs> えっとえっとって <laughs> うん <laughs> すごい同じおえネタの続きだわええ <laughs> つい うんまあでもとりあえずよし止まってないのはいいぞああ目を落とされてしまったあきられてしまった <laughs> 寝られてぐっすりお休みくださいこんな時ぐらいね骨休み骨休みに来られてますからねなるほど威嚇調にした状態で <laughs> いや大丈夫です客席はねこれ以上ないほど平和です客席の皆さんはど平和ですこれついてんのは演者です 大丈夫大丈夫すごいえ大声に驚かれただけだったひぇー凄まじいすさまじい,すさまじい <laughs> なんでチベスな最近こんな出てくんだケモフレ邪神ちゃん埋説にまでうんおおい、えー、経験が違うかはいお願いします <laughs> 後輩の屍を超えていってください頼もしいなんてこごが差しているさすがフリークの2人だあ拍手してくれんだちゃんと よろしくお願いします。うーん。掴んだ。反応が違う。うわー、やっぱいいな、本当に、このお二人の。喋り方、語り方。あ <laughs> あ <laughs>、お見事だなー。 ああ、<laughs> 100歳しかい。<laughs> いや、でもリアルだからな。100歳以上が8万人。<laughs> うわあ、うわいや、すごい、ちょっと。いや、これ、うん。いや、侮ってたな。フリークのお二人、すごいな。ああ、いや、いや、ほんと。 ちょっとこれ尊敬メーターがやばい。私の中のフリークさんに対する。今まで別にそんなだと思ってなかった。そこまでとは。あえぇ、ー、すごーい。<laughs> 先輩すごいっす。兄さん、兄さんと呼ばせてください。富田兄さん、マジっすか。いやー、でもすごい勉強になった。よかった。これね、4人にも、すごい。うん、別にお姉さんはね、 微笑まれてましたね本気度は伝わったんじゃないでも良かったあれでいや言えるの言えるのよそれが今日を踏まえたから言えんのよむしろあー今回早かったなフリークのお二人はまあなんかその やったんでってまだ何も始まってないうちから「よう見とけお前ら」ぐらいの感じの随分でかく出られましたね兄さんと思ってたんですけどこれはあのー、大見え切っといてドンズベって後輩二人に見放されるぐらいのドンズベりー をしでかすというオチの可能性も全然あったんでそっちも心配しながら見てたんですけどいやただビシッ決められただけじゃなくてあんなに良かった後輩にこうやんでお笑いっていうのは見せられたしあれで相当ね尊敬を勝ち取っただろうし。お客さんが 楽しまれてたのももちろんよかったんですけど後半には勉強になったな、よかったな一緒に来ていただいてあご一緒ですかよかったよかったとちょっとねいろいろお願いしたことあるんですよねとかね思ってたぐらいなんですけどあそこまで行かれるとは思わなかったびっくりだわさーて次回は何されるんでしょうかね営業に来てもうこれで はあ、あそこでもああやって何かしら挽回すんのあそこから挽回したらすごいっすよ。まあでもそういうことを幾度となく繰り返していってそれが何重にも折り重なっていって芸人としての芯ができるんでしょうからね。ああやってドン滑ったり極寒の中に短期放り出されたりそっから時には挽回することもあったりして。 それで芸人としての厚みが出てくるんでしょうから、まあ本当にいいタフみましたね。今回皆さん、フリークの二人以外だとあそこまでやられるとは,は。それが驚きだし、やっぱ私にはまってんのかしないですけど、フリークの二人のネタ面白いですね。うまいっすよね。構文がうまい。その客を引き付けといて、ちょっと手前に引っ張っといて、で、二段三段とお茶をつけていって、 で、最後鮮やかに締めると。でね、ああいうね、高齢者に対して、その、老いぼれ側とか死に損ない側とか、結構ね、得意な芸人さんいらっしゃいますけど、あれを剣な真似しようと思って、下手にやると大やけどするというね、ああいう、老後がどうのとかね、そういう話題を、本編中でも振られてましたけど、一歩間違うと大やけどになる、あの辺のギリギリのところを、上手いこと責められて、 笑いにつながるような刺激の強さをそこから絞り出されると、うーん、お見事だったな、いろんな意味でやっぱり。やっぱ先輩ってチゲースは、先輩だと思ってたんすよねってね、今さら手のひら狂うしたくなるぐらいお見事でした。よかった、これ。うん。もうゼロ話から面白いなと思ってたフリークのお二人のね、ネタですけど、なんでしょうね、あの、ちょっと一歩後ろに引いて、なんだったら、その、演者の方が客席から、 むしろ後ろの方に若干姿勢反り気味の喋り方というか普通だったらね前のめりになってお客さんに意地でも聞いてもらえそうなそういう姿勢で喋りそうなんですけどどっちかっつったらフリークのお二人特に富田さんの喋り方って自分の方からちょっと引くみたいなねでお客さんの方からちょっと身を乗り出す気持ちにさせるようなそういう誘い込み系の喋り方あの落ち着いた口調とか こういうの感じとかね、ちょっと引かれるとこっちが乗り出してしまうみたいなそんな心理的な技術なんだろうかまあ単純に0話からハマってる私には本当にいい感じの温度とノリとですねっていう感じの今回でしたねさてですねリアクションディスカッションなんですけど秘宝があります大秘宝がこれはここまでの秘宝かつてあったかなっていうぐらいね、の秘宝ですけどランダムランボープロダクションさん前説ドロップということで いやあ、これは苦しいですね。ただでさえリアクションやられてる方が極めて少なくて、点数も5点台半ばに届かないまま、なんなら下がっていってないかっていうね、傾向のこの作品でかつディスカッションを拝見しに行ってもコメントめっちゃ少ないという、この作品において強力な優軍だったランダムランバープロダクションさん、優軍撤退の方が入ってまいりましたとはね、まさかこんな日が来ようとは思いませんでしたけど、いやーこれは うんリアクションされる方が一つ去られるというね、ことの出来事の中では、これまでないぐらい大きいものの一つですね。もうほんと大東亜戦争末期の帝国陸軍かっていうぐらい、戦況は時々刻々と悪化しておりますっていうね、感じですね。いやー、あのチャンネルさんが落とされるなんて私、私が知ってる範囲ではですけど、最後に落とされたのって魔法、魔法嫁じゃなかったでしたっけ魔法嫁落とされてましたよね。 なんか分からんでもないなっていうね感じの時期のドロップの仕方でしたけどランダムランロープロダクションさんがドロップされるかへえー、そんなことあんのかまあねなんとなく予兆なかったわけじゃないんですけどあのエクスクリーグさんが前回ねその本編終わった後にこの作品をどう分類すべきかみたいなことを話されてたのは面白い話だったんでそれは良かったんですけど <laughs> エクスクリーグさんのあの感じねアイ o ンノーのあの感じが始まるとうんちょっと もしかしてっていうね、ことはありましたけど、まさか本当にドロップされるとは思わなかったんで、いやー、これは貴重な、強力な仲間を、お一チャンネル失うことになってしまいましたね。で、それ以外に、朗報も特にございませんしね、戦況はとにかくどんどんと悪化していっております。不利になるばかりですね。我々、前説が好きな人間からしたらね、あとそれでなのか、やばいと思われたのか、海外の方からね、前説はね、 これまで2回コメントいただいてまして、やっぱ皆さんこの状況とかご覧になって、やばいこのままでは、毎節界隈は無条件降伏やむなしの状況になってしまうと思われて、危機感でか私のところにもコメントをくださって、えー、まあ内容ですけどね、ラキスタが出始めた時も私の友達はあんまり関心なくて、だからこの作品もしばらくしたら人気が出るんじゃないかなということをいただいて、まあね、そう、みんなどんどん 落ちていきますからね。埋設からは脱落していきますから。まあ、埋設が人気の面で脱落していってるだけかもしれないですけど。まあ、そんな感じなんで、まあ、大丈夫です。私はね、埋設は好きなんで、落とすことは、この作品の、まあ、よっぽどつまらない、<laughs> 本当によっぽどつまらなくなったら別ですけど、今ぐらいのペースで行ってくれれば、落とすことはありえないんで、あとは別の事情でとかね、なければ、落とすことはないんで大丈夫ですけど、やっぱり、今残ってる仲間に釘を刺さなきゃと思われたんでしょうかね。このの、作品 先に対して明るい展望のあるところを指摘するコメントとか前にもねあの結構昔からコメント何回かくださってる方からもゼロ話の時にねすでにコメントいただいててこれのゼロはご覧になるって大概っすよっていうねやっぱあのぐらい日本語使えるとね世界広いでしょうねいちごまみれいちごまみれが懐かしいっていうねうんすごい方とかねからコメントいただいててまあやっぱね皆さんねそのこの どんどんと仲間が脱落していく、戦況が悪化していくのをご覧になって、やっぱり、やばいというね、危機感があるんでしょうかねっていう感じなんですけど、まあそんな感じでね、コメントいただきました。面白いですけどね、跳ねないですね、前説は。ウエスタナルの間で。まあなんでね、ディスカッションも多分コメントどんどん少なくなっていくんでしょう。うー、怖いな。これがね、あの、ディスカッションのコメントが少なくて困ったなっていう作品は、邪心ちゃんと変達なんですよね。邪神ちゃんの時は、 民事賞になってしまったっていうね。一斉投下されましたからね。ということで、週1スレッドが立てにくくて、ディスカッションスレッドも、投下された分のスレッドを、じゃあ全話分作ればいいのかと。とか、テレビ放送に合わせるか。とか、レディットの方では方針が定まらないまま、作品が投下されてから時間が経っちゃって、そのうち誰もディスカッションに参加することすらしなくなって、その期が終わってしまうというね。ことがあって、その時は、その時もか。その時と変達の時は、やっぱね、 フフォォでですすよ。よ。いいざという時のの頼頼みみになる。はあそっか。毎説もそうすりゃいいのか。ね。レディットでもマイアニメリストでもコメントが少ないなーと思ったら、フォローちゃん、It's Turn for You っていうね。彼らの出番だと、アノンたちの。うん。やっぱ、フォローちゃんですよ。これからは時代は。完全に今、令和はフォローちゃんの時代っすわ。ね。アノンニキの皆さんに、 ちょっとね、こびていこうと思うんですよね。そっかそっか、その手があったかってね。<laughs> 他がコメント少なくなると、フォーちゃんだ。<laughs> そんな時 <laughs> そんな時ばっか。ちなみに、未だに邪心ちゃんすればね、続いてます。あそこやっぱね、そういう作品になると、ね、光輝きますよね。頼もしいわ。そとそとフォーちゃんがあったぜ。いつもされてたけど。少なくなってくるんでしょうね。うん。なんですけどね。 まだご覧になってる方は、残られてる方は、まあそこそこ、楽しまれてる方と、こういう作品にしかない楽しみがあるんだよっていうね、ことをおっしゃられてる方がいて、まあ楽しまれてるのは間違いないみたいなんで、よかったです。うん。人数の多さじゃないっすよ <laughs>。とかね。また無理やりな強がりをしてみますけど、ご覧になってる人が楽しいことが一番大事なんですよ。アニメってのはそういうもんなんですよ。っていうね、はい。まあでもそれは間違いないでしょ。嘘ではないでしょ。<laughs> まあ、ランダムランボープロダクションズさん、 ドロープの衝撃。大きかったですけどね。まあディスカッションの方ですね。まあ、面白いのは面白いですし。まずね、我らがヒーロー。<laughs> 我らがヒーロー。もうわずかに残ってる仲間だからって、各方面、全方位持ち上げていく。レオンケブラさんですね。なんですけど、ステッチ作られてませんね。前回はあれかな。パンの場面がなかったからかな。ね。そうですね。多分ね。うん、そんな時もありますよね。レオンケブラさんだってね。ええー。うん。あの出だしは面白かったというね。あれですね。 4分割画面の。あれやっぱラッキースタかなぁ今回のミーのルンルンも完全にラッキースタでしょうからね。そっか、富田先輩白石ミドルポジションかと思ったけど、それを思い出してたからなんか滑りそうな感じなのかなまあでも白石さんはね、別に滑ってないですからね。あの、絶対誰が行ったって何百回やったって滑るに決まってるバスガイドさんのギャグに一人だけ大爆笑してたっていう、まあそのぐらいのね、沸点低い人なんですけど。 別に彼自身は滑ってるとか言うのではないな。別の意味だな。あの人の特徴は。だからかな。なんかそんな白石実るオーラをちょっと感じたのかな。わかなんですけど。えー、スライスオブライフの部分は引き続きいい一方。コメディの部分はまだ当たり外れがある。そうですね。今回はちょっとね、強いネタでしたね。やっぱ、これはわざとそうしてんだったらすごいさじ加減ですけどね。作られてる方の。常夏 R デコのネタってやっぱりわかる。なんで受けないのか。 面白いところもあるし、ネタとしてちゃんとできてるんだけど、うん、確かにまだ、その、今いるステージの違いが、ネタの内容にも出てて、すごいと思うんですよね。それ出そうと思って出るんだっていうね。出せんの人間にそんなもん。<laughs> JK クールとフリークのお二組は、面白いんですよ、本当に。で、やっぱすっごいね、器の広さを感じるんですよ。常夏アルデコはね、ちょっと寒くなるとカタカタ音出しますけど、 どっしりしりてんだよなぁあの2組はね。あの差を出そうと思って、面白さの差を出そうと思って出せるんですか人間ってっていうね、まあそれはたまたまなのか。コメディの部分はまだ当たり外れがある。JK クールのパフォーマンスがダジャレ満載で、ほぼそのネタ全体がロストイントランスレーションしてしまったみたいに。ただこれがあ、ここはロストイントランスレーションしてるなってよくわかりますよね、この人。バンバンバンのところは、うん。自分の慣れ親しんだものに近かったので、ね。本当にマジで。 あちなみにですけど、無限大ってやっぱあのままなんですね、今でも。あれ、今の無限大ホールですよね。散々見た吉本無限大、ギャオかなんかで配信してて、面白かったな。その時はね、いろんな芸人さんが、お題に沿って喋るとか、物ボケするとか、ゲストを呼んで鍋するとかね、いろいろ雑多なネタが多かったですけど、芸人さんごとの特徴が出てて面白かったのと、あと、後に他の番組の収録とかでも、無限大ホールはね、使われてて、あ、ここ無限大だってすぐわかる、あの感じ。確か、ニケツとかも無限大でしたよね。 本当に無限大ホール、無限大ドームでしたっけバンバンバンさんがやられたのは、現場からそのまま持ってきましたっていうね、まあ、まあ本当にそのままなんでしょうけど、アニメの中に引きずり込んだんでしょうけど、っていうね、空気感まで伝わってくるっていうのは、やっぱりその言葉の端々、仕草もよくね、毎回書くの大変だろうけど、頑張られてますしね、手抜かずに。一ネタ丸々作画するって、地獄みたいな作業量になりそうですけどね。 ねえ、バンバンバンさんのところ、自分の慣れ親しんだものに近かったので好きだったが、フリークにはまたもやられてしまった。うーん。完全にこの3組に対する、私の印象と、同じところを掴まれててね。よく合うなぁ。感覚。あ、でも JK クールに関しては特におっしゃられてないですね。ロストイントランスレーションね。うーん。まあ、バンバンバンさんのところは、これぞ、現場の漫才っていう感じの、親しまれてると。<laughs> どこで慣れ親しまれたのかわかりませんけど。で、フリークにはね、 ままたたもうやられてしまったとうーん。なんで伊藤健人なんだよっていうね。彼はまだ新しい声優に属しているぞ。他の誰を出してきてもよかったのに。うーん。私も存じ上げなかった伊藤健人さんをこの方とかね、先ほど YouTube の方でコメントくださいましたっていうね、方も触れられてましたけど、触れられてるんですよ。でね、その、そう、さっき忘れましたけど、あの伊藤健人さんはいただいたコメントによると、ご本人みたいですね。どうやってまあ普通にか、一言お願いしますって言って、取ってもらったのかな。その一言だけ発注。 外中伊藤健人さん並びにその事務所にというね感想でしたね伊藤健人さんをあんなにご存知で反応されてる方が結構いらっしゃるとはあとまあ割と多い意見ですねこういう方は多いですねこのぐらいの温度の方多いですね私は鳩の吹き替えの場面とあとケーキのジョークが良かったへでも何よりも妹 <laughs> 妹と彼女の友人が好きだったので二人がコンビを組むのは嬉しいねこの妹とかねお姉ちゃんとかね まあこれは日本語じゃないと言いようないですからね。little sister とか、b ッグ g sister とか、めんどくさいし、ちょっと違和感ありますしね。よく兄さんって出てくるのは、なんだっけ剥がれんでしたっけあと私が拝見したのではモブサイコね。あれはもうあのセリフの部分を、そうなんですよ。お姉ちゃんって呼ぶときに、b i g s i s big s i s って呼んでると違和感半端じゃないですからね。あれは兄さんですよね。字幕でもそうなってましたしね。あとやっぱりですね、まあ先ほどからね、悲観的要素ばっかり。 申し上げてますけど、選挙が一気に悪化したのはここ最近なんで、3話以降なんで、まあ、やっぱ3話切りルールね、で見られてる方、多いんじゃないかなっていう感じですけど、なんで今回申し上げるニュースとしては、悲しいもの多かったんですけど、まあ、さっきも申し上げましたけど、楽しまれてる方は楽しまれてるんで、そういう方もね、コメント寄せられてて、結構、しかも長文だし、うん、人数は少ないですけど、楽しまれてる方が一定数いらっしゃるのは、本当によかったなと。これがもう完全に 誰も楽しんでないぐらいになってしまったらもう手のほどしょうがないですけどねそういう方もいらっしゃいますと私はこのアニメを本当に楽しんでいる多くの人がジョークを理解してないためにそうでないのは知っているがそれは大して私を煩わせたりしないハトの下りみたいに私は面白いものを見つければ笑うよマジで爆笑したあと伊藤健人のネタねね反応してる人多いですねこんだけいろんな人が反応されてると最近どっか有名な作品でもしくは有名な役で出られたのかな っていう感じですけど、ね、ケーキと数学のネタも良かったしかしちょっと長すぎたねうん冗長だったかただ一つ気になるのは彼らのネタに対する反応だね彼らも面白いと思わないのか緊張しているのかかナンなのか私が見続ける最後の理由はキャラクターがとてつもなく可わらしいことを見いだしたからだ加えて作り手の一人がラッキースタの作者であるということでラッキースタのキャラクターとデザインが似ているのにも助けられているうんあれが高いハードルになってしまった面もありますけど まあ、可愛らしいの間違いないですよね。これはね、毎回思うんですよね。可愛らしいし、表情豊かで、この辺に関してはね、本当に、この作品の人気を助けてる大きな要素だと思いますね。そのぐらい、そのぐらい大きな柱になってます。で、面白くないのかっていうね、あの、みんなの反応ね。多分、まあ、皆さんの先輩方も含め、JK クールって先輩先に所属したからもう先輩ですか。そっか、JK クール先輩か。まあ、そうなんですよね。まあ、まあ、そうだし、お笑いの世界には、実にしばしばありますね。 ありふれてると言ってもいい。リアルキッズさんとかね。うん。すっごい若い先輩。あれは、JK クール、まあ、JK クールさんも先輩か。JK クール姉さんか。まあ、姉さん、二三型のネタをご覧になってた、常夏とアルデコのお二組がなんでああいう反応だったかは、ライバルだからなんですね。面白くないのかねとかね。緊張してんのかねとかね。どういうことなんだろうっていう疑問を生んでましたけど、そうね。何かといえば、悔しさかな。うん。悔しいんですよ。あの反応はね。 まあね、そんなことがありましたけど、でも楽しまれてるということでね、良かったですね。あとこれね、これおっしゃってる方いらっしゃるんですけど、ちゃんとね、まあでも、だから何って落とされた方は思うのかもしれないですけど、これはよくね、いろんなところでおっしゃられてます。私はやはりこれはコメディアニメではなく、 それよりは日本のお笑い業界にいることの奮闘を描いたアニメだと思う。もちろんコメディのネタも散りばめられてはいるが、個人的意見としてそれがアニメの核ではないと思う。埋設をそのように捉えることは私にこのアニメの見方を大きく変えさせる。あのつまらないジョークのすべてが突如として、コメディを始めたばかりの人や、まだ大して売れているように見えない人たちに予期される類のものになった。そしてもちろんコメディは主観的であるという考え方もある。全体的には私は舞台設定が好きだし、 彼らが挑んだ面白いギャグのネタを楽しんでいる。たとえ私がその一度旅に薬とするだけであっても、というね。なかなか前向きに作品を捉えようとされてるし、まあちゃんと楽しまれてもいらっしゃるみたいでそれ良かったんですけど、そうなんですよ。私も前に申し上げましたけど、コメディアニメじゃないんだな。タグつけられちゃってるけど、<laughs> っていうね。まあでもそうなんですよ。タグつけた側としても、いやだってコメディを扱うじゃないっていうね。コメディ要素あるじゃん。うーん。反論できない。 まあコメディーは使ってんだけどさ、っていうね、そのタグ見たらさ、笑えるアニメだと思うじゃん、誰でもって。<laughs> まあそうすると、え、じゃあこれ笑えのアニメなのって話になってくるから、言わないんですけどね、私それ。なんですけどね、まあコメディーアニメイコール笑えるイコール見てみようと思われた方は、そこに失望されてドロップなんでしょうけど、コメディーアニメというよりは、コメディー業界で頑張っていくってこんな感じだよねっていう、スライスオブライフであり、せいでせいでなんですよっていうね、ことね。まあこれはね、 <laughs> じゃあ別にいいわっていうね <laughs>。って言われたらおしまいなんで。ねえ、ありましたよね。つまらないコメディを見なきゃいけないわけ、俺はっていう。俺はコメディアニメを笑うために見てはいけないのかっていうね。グーの音も出ない <laughs> ことありましたね。まあでもそうなんですよ。お笑い業界で奮闘していく CGDCT。まあ、あとね、その役者さんのね、メンツがまたね、これだけでも私はこの作品ドロップできない理由ですね。うん。特に大空さんだけど、イガラスさんも初めてちゃんと役をやられてる 井原さん、配聴するのは初めてっていうのと実際に配聴してみたらめっちゃ良くてねなんでねそのせいでしょうけどねリン好きなんですよね私第2話からうん真冬うーん真冬最初ね1話の時点ではまああのキャラデザインはね結構私好みだったんであ真冬可愛らしさとかっこよさと前向きさと思っててすごくいいじゃないと思ったんですけどリンが勝ってるかな今あの姿勢とかもねお笑いに真面目だし 引っ張っていってるし、逆境でも前に歩いていきますしね。その辺も含めてかな。今のところ凛がリードしてるかもという感じですね。あとですね、その他にも継続されてる方はいらっしゃって、そのね、ちょっと理由が面白くてですね。彼女たちのネタは笑えるというよりは愉快なものだと言えるけど、私が本当に好きなのは彼女たちの真剣さだというね、前の方のコメントを引用される形で、そうだね、彼女たちの真剣さが私に主張を継続させているものだ。 たとえコメディが私にとって壊滅的だったとしても、彼女たちの成功を見たいと思う。年上のコンビがかわいそうだったね。通りすがりの観客が彼らを褒めてたのは良かったけどね。うん。あのフリークの二人のね、まああれはね、ああいうことになるんですよ。ただね、そう、前回でも申し上げましたけど、あの四人のフリークの先輩二人に対する、そんなにつまんないかっていうね。まあ芸人を目指すぐらいの芸人駆け出しの人ぐらいから見たら、まだまだかな。わかんないですけどね。 まあ、それも含めてね、観客ほとんどいないじゃんっていうね、のも同情誘ってましたけど、そうっすね、あの、おもろいやないかの人は誰だったんですかねクレディットにあるかな今。あ、ちなみに、バンバンバンさんね。やっぱご本人たちでしたね。<laughs> 確認してなかったけど。で、謎のお客さんっていう名前なんだへぇ。そうされますか。井上祐介さんね。ノンスターの井上さんか。なるほど。これもご。まあ、これはね、吉本と組んだことの強みを最大限に引き出していきますね。 ねあの後ろ姿からだけだと、まあ、声でわかる人はわかるかな <laughs> 伊藤健人さんちゃんとクレディットされてましたね。なるほどね。なるほど、なるほど。あれ、井上さんだったんだ、へえ。あの後ろ姿正しいっすかわかんないけど。なんだ、へえ。前回拝見してから、誰かもしかしてね、<laughs> お前が頼んのっていう、海外のディスカッションで誰か発見されてたりとか、あの声はみたいなね、方いらっしゃらないかなと思ったんですけど、ま、あこれわかんないですね。私は芸人さんの知識とかね、 まあそそそもものお笑い業界の知識とか、うん、好きな人に比べたら全然ないけど、お笑いに興味すらないような人に比べたら全然あるぐらいの、まあ、お笑いの世界ってでかいですからね、一時すごく、本当に芸人さんの中でも、本何人かとか数組にハマってて、で、好きでよく拝見してたっていうぐらいで、最近あまりそういえば拝見しませんし、それ以外の芸人さん、自分がハマった芸人さん以外のはほとんど拝見してなかったんで。 すごく偏ってて半端な知識しかないんで、これはわかんないな。まあでも言われてもう一回今見返しますけど、まあ合ってるかな。もっと、太みとは言わないけど、まあでもそういえばね、知らないです私。ノンスター井上さんってね、お名前発見すればわかるぐらいの知識しかなくて、声とかね、お姿とか、ググって、うーん、ねえでしたよね。こんなか、ああでもそっか、もっと細く見える時もある。まあいいか別に、多分そうなんでしょう。私の本当に、 うっすら見たことあるかどうかもわかんないぐらいの記憶よりは、吉本全面バックアップで作成されてるこの後ろ姿の方が正しいに決まってますんで、まあそうなんでしょう。でも意外だったな。井上さんが来ててご覧になって面白いか、うん、褒めてたのはかったけどね、なんですって。まあそうっすね。まあじゃあ大丈夫でしょう。井上さんまだ事故後のどうなってるかわかんないですけど、それでいろいろ表に出らんなくなってしばらく、復帰 復帰というか、まあ、徐々になんですけどね、こういう芸人さんのね、復帰とかはいつが復帰点とかあまりないんですけど、まあ、ご本人的には大きいね、ここで復帰できるかが決まるみたいなことが何回かあって、徐々に階段登ってって、復帰と、まあよかろうみたいな、世間の目もだんだんね、緩んでくるというぐらいの経緯ありますけど、井上さん今どんな感じですかねどのステージ <laughs>、どのステージとかあんのかって話かもしれないですけど、もしかしたら前説が復帰第1号の仕事かもしれないですね。まず前説からっていうね、 隅っこの、あんまり目くじら立てて、見そうな人が少なそうなところ、端っこの方から徐々に徐々にで出られていって復帰ですかね。わかりませんけどね、今どの辺なのか。本当にその辺も全然私、存じ上げないですわ。芸能界で今何が起きてるのか。芸能界の今とかね、全然わかんないです。まあそれもあれだな。やっぱこうやって、アニメのリアクションとかがめちゃめちゃ面白くて、ディスカッションとか拝見するのにハマって、完全にこっちの方が、こういう楽しむものの中心に来てしまったからな。 お笑いとかね、また、この作品を視聴していく中で途中でまた見たいと思って、あんまり直すかもしれないですけど、わかんないですけど。なるほど。ということがね、ディスカッションでありまして、あと、あれは井上さんと伊藤健人さんと、だったということがわかりました。みたいなことがありましたね。さて今回ね、もう前回ちょっと感じていたような不安とか怖さは、前回よりも薄まりました。なぜなら、これ以上落ちることないっしょっていうね <laughs>、安心感の中でも最悪 <laughs>、 安心感の中でも最も悲しい種類の望ましくない種類の安心感がありますんでこれ以上でもわかんないですよねマイアニメリストの点数ね、うん、まあ若干怖さありますけどまあリアクションのねチャンネルさんもねあそこ落とされたの痛かったっすねですけどねアニメキャブマンさんがねいらっしゃってまあコメントも前回ぐらいの落ち込みがそこじゃないかなと思いますんでまあ下手したら緩やかに 開封チェックかもしれませんからその辺を拝見していくのとあとね困った時の神頼みじゃないですけどフォローちゃんの出番かもしれないですねいやさすがフォローちゃんですよ今からごまを吸っておこうあるかな私遅いですからね海外での方が配信が早いことが多い昨今のアニメ情勢うんおかしくないかちなみに今5.43ねマイアニメリストでちょっと早めにフォローちゃんだけ先に行ってもしスレがあったらまあ読む前に一回アーカイブ行ってるでしょうからね 5回ずぐらいですかね。でも3、4日前だったらまだ人気のスレだったらあるかな。結構これがね、邪神ちゃんも、じゃあ1週間ごと立てればいいじゃんっていうね、普通に本当にごく単純な発想で作られた週1スレが普通に毎週続いてて、で、その後も何回もバンプリミットまで到達するスレが定期的に立ってて途切れないね。なんで、毎節も普通に500いくつまで行くスレで、3、4日生きてて、まだ見れるかも。流れててもアーカイブにあるでしょう。 なんですけど一応ね油断しないように早めに見て早めに回収しとこうと思いますけどうんね見ていきますけどねまあでも相変わらずそのお話というか舞台設定とか今回の敵の強いところとか敵の強い種類強さの種類とか毎回変わってってなるほど温泉かまた違った舞台になったなでもそこで作戦変更やって言って勝てるフリークの二人なすごいなねそっかー JK クールがダジャレネタ多いっていう傾向とフリークの二人はダジャレとか使わないのでロストイントランスレーションが少ないネタだっていうのは前回も今回もそうなんですねこれはやっぱわざとそうされてんのかそれだったらまたそれは恐ろしい腕前なんだけどでもまあたまたまかもしれないですけどそうなってですね今回のネタもね豪華ですねまあ埋設だからネタやないでどうすんのよっていうね話かもしれないですけどまあそういうのもあるし 今回の敵は、まあ、敵はってね、お客さんなんですけど、お年寄りの皆さんか、ご隠居さん方か、とか面白いですし、あと、場所がね、こうやって点々と、土 <laughs> 砂回りじゃないですけど、移り変わっていくのは、全部が総得解されるんで、目新しいし、毎回面白いですよね。なるほど、なるほど。なんでね、その辺は気に入られる方多いんじゃないかなっていう感じなのと、あとネタがね、R トツのお二人のネタは前回のと同じだったんで、もう一回全部、 流れでやられてるんで、そっちの方を短縮して、前回は途中までだった、常夏のネタが、フルでやられると。まあ、フルにできてたかどうかは別ですけど、まあ、とりあえず、尺は全部ね、本来の分、やりきるという感じでした。でね、やっぱ JK クールのネタって面白いんですね。面白いし、あの、あの空気ね、落ち着いてやがるなで、フリークのね、お二人。で、そんな大見え切ってっていうね、 輝いてるなんて頼もしいとか思ってたら本当に見事に決められててええー、って <laughs> そっちに予想を外すのありっていうそんなことできんの面白い方向に予想を外すってすごいな予想を裏切るってねうんつべんのかーいみたいなねだったら簡単なんですけどねつまんないネタ入れてお客さんシーンのシーンを入れればいいんですからまさか面白い方向で意表をつかると思わなかったなーびっくりしたちょっとなめてましたわ今回でだいぶ変わりましたわ フリークの二人、うん。脱帽。これはね。ここは反応大きいんじゃないかなぁ。ロストイントランスレーション少ないネタですしね。フリークの二人のは。と思うんだけどなぁ。毎回意外な反応あるからちょっとね。で、ちょっと次回に引く。あのなゆたさんのね。お姉さんに胸を張って、お笑いに本気ですけって言えるか。っていうね。あの課題は次回に持ち越しになって。で、それもネタも挽回すんのかっていう。 そんなことできんのっていうできたらすごいけど今回そのいやこれできたらすごいけどやろうと思ってできるもんじゃないんだけどなーっていうことが2回ありましたからね二重にあったというかうん出たて始めたての芸人コンビどもともうプロの世界には入られてるのは間違いないオフタコンビとの実力の差をつけるっていうことを人為的にできるんですか のとあの先輩のねフリークのお二人のあの状況から見事にひっくり返すといううーんそうなりましたっていう書くだけだったらできんだけど実際にそうならないとつじつまが合わないぐらいフリークのお二人が面白いというところを書けるんだなぁちょっとびっくりしたなぁなんで本当に挽回すんのかっていうね <laughs> まあば、まあ、挽回すんのはそのお姉ちゃんに本気度を信じてもらうでもまあお姉さんねあれ疑ってないでしょうね別にあと 保険もそんなに悪い意味で気に合うことないと思うんですよね。別に保険でも全然構わないと思いますし、実際保険でしょう、ああいうものは。保険に資格取ったりとか、全然ありますし、それと同じでしょう。まあなんですけど、多分そんなに考えるほど、改めて考えておく必要があるほど、お姉さんはそんな悪く捉えてないと思うんですよね。すごく優しそうな、姉妹仲なかさそうな感じでしたし。なんでそこは挽回というよりは、本当はお姉さんが応援してたことを。 知るとかいう感じかな分かんないですけどね別に昔から反対はされてないみたいですしかなぁうんまあ何にしてもその山梨宝刀信玄餅には反応あるかなっていうところも含めてまあ舞台が大きく変わりましてっていうのとネタねやっぱりこの辺は出し惜しみしないんでしょうね出し惜しみなんかしてる場合かよってね話なんでしょうふんだんに出てきてうんその面白さについてもねその面白さの温度調整とかもねうん見事だしあのー ドンズベっていう様はねそれはそれでね反応あるでしょうしあとフリークの2人のネタといろいろありましたんでこの後ねリアクションとか <laughs> だいぶね 大きい友軍が撤退したリアクションですけどリアクションとかディスカッションとか発見していってその辺のところが注目点なんじゃないかなという感じなんでまたその中で何か面白いことありましたら次回お話ししようかなと思ってるところでございますというところですかね今回はそんな感じで前説第4話見ていきましたお付き合いいただいた皆さんありがとうございましたまた次回でお会いしたいと思いますそれではまた